皆さんこんにちは、ギタリストのさきでございます。普段はメアリーズブラッド、ネモフィラ、アマヒルといったバンドで、弾いておりますが、私個人としてですね、最初に、メジャーデビューをしてから、今年で10年目10周年ということでですね、この度このキラギターズさんから、私モデルのですね、ファッシネイター7The Empress というギターが発売されることになりました。まあこのギターのみならずですね、あとはこの10周年を記念して、初めて、ソロとして、ソロ先名義としてですね、シングル、の発売ともありますので、今日はいろいろ皆さんにご紹介していきたいと思います。ではですね、この今回発売もうされてるんですが、私のこのモデルの、ギターの説明を、していこうと思います。まあもともと6弦で、キラーさんからは出てるモデルをですね、まあ、7弦仕様にいろいろ自分仕様に変えていただいてるんですけど、基本的には、ボディがアルダーです。でネックはメープルなんですけど、指板がこのエボニーに、なってます。音的なことで言うと、私はあの6弦もずっとアルダーのボディのものをずっと使っていたので、7弦でも引き続き、まあ、アルダーのものを使いたいということでリクエストしまして、こういう形に、なりました。まあやっぱりそのキラーの特徴というと、まあ、トーンがないギターがすごい多いんですけど、これもトーンがないです。なのでこのボリュームの、コントロールだけですね。で、まあ、ダイレクトスイッチがついてるんですけど、こっちの外側ですねの方にスイッチ向けてると、このボリュームのノブがコントロールが生きるので、こんな感じであの音量ここで調節できるんですけど、この確か見て手前側の方にこのスイッチ入れると、常にこの最大の音量がこうパッと出るようになってまして、まあ、そうするとこうちょっとなんかでパッと演奏中とかですね、ライブの演奏中とかであの音を止めたい時とかにこういうふうにオンに入れちゃえば、まっすぐ音が消えるので、ライブの時とても重宝してます。まあ、ピックアップもですね、まあ、リアの方がこれインベーダーで、まあ、両方とも単管のピックアップを乗せてるんですけど、もう結構いろいろ乗せ替えてもらって、パワー感が他のギターと遜色ないようにしたいなと思っていて、普段6弦の方は EMG を、乗せてるギターを使ってるんですけど、そのギターと持ち替えた時でもそのサウンド感というか、まあ、音量感もそうですけど、まあ、あまりばらつかなくしたくてこのピックアップに最終的になってます。で、あとは私がすごく弦交換が苦手で、もういちいちこうやって巻くのがですね、まあ、苦手なんですよっていう話をしたら、まあキラーの方がこのペグをですねマグナロックにしてもらって、ここのペグがロックペグになってるので、まあ、私みたいに弦の交換が苦手な人でも簡単に交換ができるようになってます。本当にこれにして私は助かってますあとは自分がいつもそのライブで使ってる、今まで使ってたやつってここの桜柄って全部シールなんですけど、発売されるモデルは全部こうインレイになってますので、このキラキラ感が可愛いなと思います。こんな感じですね。自分の中でこの元々のボディの色がギャラクシーブラックっていう色なんですけど、まあ、ちょっと錦っぽい感じだなと思ったんで、まあ、ちょっとこの桜の柄を入れたいなというリクエストを出して、こういう形にボディの模様はなってます。で、あとはこのキラーの、まあ、ギターの特徴なんですけど、ボディにちょっと傾斜が、まあ、ついてまして、こう腕を乗せた時にこうなんていうんですかね、この傾斜ですごい自然に弾けるというか、まあ、そういう感じになってますね。で、これもキラーの、まあ、共通してる特徴ですけど、アームアップはできないようになってるので、アームダウンしかできないようになってます。
なのでまあ万が一あのこうライブ中とかに弦が切れても他の弦の注入狂ったりしないので、まあなんとか乗り切れたりとか、そういうところでも助かってます。これもずっと使ってる自分のピックなんですけど、このピックも、今回ですねキラーさんから一緒に発売されることになりました。まあちょっとちっちゃめなんですけど、ここの、まあ、裏表ともにこの文字とかロゴのところは滑り止めになってるので、まあ、こうライブとかでこう汗が出てちょっと滑りそうなタイミングになっても結構踏ん張れるというか、頑張れるなと思います。まあ、結構ザラザラ感は強めのピックになってます。あとですね、今回ヤングギターさんとコラボさせていただいて、オリジナルのこのストラップも発売されることになりました。で素材がですね、畳のこのヘリの部分の素材になってるんですけど、柄の方は自分で、選ばせていただきました。このピンクのこの桜柄でね、本当にもう主観で超可愛いなと思って、この柄にしました。まあ自分の新しく発売したギターの方も、まあ、ちょっと桜柄なのでこれも合うかなと思ったんですけど、まあ合わせてギターにつけてみたら結構黒いギターとか黒い服とかにかなりこう映えるので、もしちょっと男性の方でも花柄かって思わずに、ちょっと透明だとなんか結構柄が分からずに派手革な感じに見えるから、なんか男性にもつけてみてほしいなと思います。このストラップのですね、レザーの部分のデザイン自分でさせていただいたんですけど、このサインとですね、こちら側が普段使ってるこのギターをイメージしたこのロゴの方が、こちら側には一面で大きく入ってます。まあサンプルなのでちょっと色味は違うんですが、こちらをですね紙面の方でぜひ製品版の方の色を確認していただけたらなと思います。はい、実際にちょっと自分のギターにつけてみました。まあ、こんな感じで、まあ、やっぱりこの本体が黒色だと、まあ、派手なのでピンク色が可愛いなと自分で思いますなんか色味がやっぱり、まあ、黒い、まあ、このインナーとか黒なんですけど、まあ、自分でちょっと合わせてみた感じでもストラップがこういい感じで差し色みたいになってて、個人的にはとっても気に入っております。ね、まず今回のシングルなんですけど、まあやっぱり10周年なので、自分はギタリストなのでこうギターがやっぱりこう前面に出る曲をしっかり一回リリースしたいなと思って、今回そのシングルの表題曲の方はもう本当に直球でこうギターインストで、自分はやっぱりメタルがすごく好きなのでメタル的な曲調のものを一曲やりたいなと思って、そういうのがまあ入ってます。本当に早くてこうメロディーが綺麗でみたいな、こう自分の好きなものをいっぱい入れた曲になってまして、ドラムの方がブラインドマンのドラムのみなりしゅんくんに叩いてもらって、ベースは自分が今アマヒルで一緒にやってる、今クリエイターで、ベースを弾いてるフレデリック・ルクレールさんに、まあ、ヤングギターだとギタリストとして、コラムも最近始まりましたが、まあ、フレットにベースを弾いてもらって、あとはピアノで、エピカの、クン・ヤンセンさんにですねちょっとピアノとか、あとはオルガンとかも弾いて、もらってます。まあ、編曲は自分が、原曲を、まあ、作ったんですけど、編曲でギタリストの江端浩平さんに、編曲をお願いして、本当にもっと激しくしたいですという相談をして、まあ、いろいろやり取りをして、完成させました。なのでこう自分の中では今までで一番本当にギターのことだけを考える、まあ、インスト曲を作ったのは初めてだったので、ギターのことだけをこんなに考えてレコーディングしたのはちょっと初めてだったので、まあ、それもいい経験になったので、ぜひ、聴いてみていただけたらなと思います。
MV の方も、公開されるのでぜひ見ていただきたいんですけど、あとは歌も頑張ってソロなんだからやろうよっていう風に言っていただいたんで、ちょっと歌う曲もあったりみたいな、まあそういう風な、感じになってます。シングルの方は今までソロをやりたいなと思ってたんですけど、なかなかこう機会がなくてですね、今回せっかく10周年なんだからということで、いろんな方にですね背中を押していただいて、いろんな方に力を借りてですね、リリースしますので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。まあいろんな方が、言われることだと思うんですけど、あのメジャーデビューを最初にしてから10年がこんなに早くやってくるとは思ってなくてですね、もう10年、やらせていただいてるんだなという気持ちの方がすごく 大きくてですね、なんかいろんなことが本当にこの10年あったんですけど、よくまあ辞めずに10年間、やってこられたなというのと、本当にですね周りの方にいろいろ助けていただいて、本当にヤングギターさんはねコラムをねもうずっと長いことやらせていただいてたりとか、もう周りの人へのこう感謝をですね改めてこの10年目でいろいろ感じまして、またなんかいろんな方にですね、まあ、これを機に少しでも自分がこう恩返しできるような年にしていきたいなと、思っております。でもちろん自分のやってる、まあ、メアリーズブラッド、ネモフィラ、アマヒルというバンドはもちろん今年もいろいろ計画をしていることがあるんですけれども、まあ、ソロの方もですねいろいろできるように自分のスケジュールと、相談をしながら活動ができたらいいなと、そして皆さんにいっぱい楽しんでいただけるような、まあ、良い曲が書けるようにこれからも頑張っていこうと思っております。ということで、さっきからのコメントでございました。皆さんこれからもよろしくお願いします。動画見てくれてありがとうございました。